バンパー外していきます。テールを外さないとダメです。まずだからテールを、うん、外してもらって、うん、テールはまあ別動画で、うん、見てください。上げてます。でまず取り付け部が、うん、取り付け部をここ一箇所あるのに、このカバー、フェンダーライナーだかな、フェンダーライナーのカバーがここと、うん、奥に2本と、奥で下に1本、奥なんですけど、でこの下にもここです、カバーが、でカバーがこことここ、うん、ノーノー、ね、3箇所じゃないの、まず1やろ、うん、2やろ、奥に3やろ、あ、うん、で4箇所、下が映るかな、あ、これです。で、うん、上もやろ、このここそこ、うん、ここと、ここやな、うん、5箇所やな、うん、うん、5箇所、フェンダーライナーのところは5箇所です。とりあえずまずこれを外していきます。何ミリ10ミリ、10ミリ、はい、10ミリです。外していきます。ちょっと待って、で、この、うんうん、まずカバー、これ左右とも同じような感じやから、右側しか説明せんけど、左側も同じようにやってもって、うん、でこのカバーを両方とも外してもったら、この上に透明リが1本、ネジ外したらカバーは簡単に外れる、うん、外れる。でここに1個ね、うん、これも透明リ、はい、今透明リ以外使ってる、使ってないな。でまずこれを外していって、うん、次にここピン、下側にピン、うん、でこのマフラーの左側ですね、うん、だから、左側も2箇所あるから、うん、左右一緒の位置にあります、うん、一緒で、これあの、うん、この外し方はこういう感じで、よいしょ、こういう感じで両方に入れてもらって、よっと抜いてもらったらこんな感じで、でまあこう挟む、挟んでポッと同時に抜くやつもあるから、うん、まあ専用工具使った方がやりやすい、はい、でこっちも外してもらったら、はい、4箇所外していきます。ピンは外せました、うん、うん、でここ、このバンテールの外したところ、ここ、うん、ここが一応とりあえず裏からネジで止まってる感じやから、うん、このテールを外した時にこの内張りの、この内張りを外して、この隙間から、でここが、うん、それも透明、透明、うん、こんな感じ、うん、でネジは外したので取れるはずやけど、取れるな、うん、まあちょっとはめ込みなのかな、最後のネジ、うん、最後の、うん、最後が、ここ、ね、ここはもう長いこのディープを使わんと、うん、ネジがない、あ、これかな、見えてるかな、これな、うん、うん、これなんですけど、うん、ネジが長いからこういう長いやつを使って、うん、これが上4本、うん、これも透明リ、うん、透明リ4本、これね、ネジ先は外しといて、うん、これでついてるやつは全部外せました。あとはここは引っかかれへんようにして、このまま抜いてもうてもええし、うん、さっきこっちをパンと引っ張ってもうて、うん、入ってるだけやから、うん、そのままスライドしてこっち側に、だからこんな感じでこのまま叩いてもうたら、叩いてもうたらこのスライドして抜けるように、うん、でこれでバンパーは、うん、こんな
外れました、うん、つけるときはスライド、うん、最後ここやね、うん、これがバチッとはめてもらってここに入ってんねんな、うん、こんな感じです。ちょっとね大きいから大変やけどやってみてください。またチャンネル登録と高評価お願いします。こっち